ディズニーとかイルミネーションとか、うん、居酒屋さん初デート映画館です。水族館がいいです。海外とか行ったりしてる。私韓国が好きなので韓国の、まあ、あの田舎とかチェジュ島とか行ってでも私は結構ドライブが好きで、そういう2人の空間でも一緒にいれるぐらいの人がいいんでドライブとかがいいと思います。怖いやつね。一日どっか行くぐらいだったら別にいいけど、泊まりはやかな。私は結構ドライ今までのだとドライブさせてもらうことが多いので、それがシップに来るかなって感じです。チャンネル登録お願いします。